コルセアはアメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻、艦名の原義は海賊、または死略船を指す。カリフォルニア海域に生息する複数種のメバルカは通称としてコルセアと呼ばれるものがある。その名を持つ艦としては2隻目。ロージーロックフィッシュスターリーロックフィッシュコルセアはコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミックスエレクトリックボート車で寄港する。 1946年5月3日に、OM ハストベット夫人によって、命名、浸水し、1946年11月8日に、艦長、エース・ファーマン・中佐の指揮下収益、大西洋艦隊に合流した。公や試みで、ハバナ、パナマ、トリニダード、リオデジャネールを訪問した後、コルセアは、第八潜水船隊に配属され、コネチカット州、ニューロンドンを拠点として、 活動、訓練に従事した。1947年6月にエレクトリックボートで新型の超音装置が装着される。1947年7月31日に総海底地ウインクをニューロンドン沖で魚雷発射テストにより怪没処分した。コルセアは1947年11月15日からニューロンドンの潜水艦学校での任務につき、 カリブ海への巡航を何度か行う。1949年4月に第二潜水艦開発部隊に配属される。7月18日に部隊とともにニューロンドンを出港し、北、アイルランド、イギリスのポーツマス、北極海へと向かう。8月26日に両艦のコチーノがバッテリーの爆発事故で沈没し、コチーノの乗組員は悪天候の中タスクによって救出された。部隊は、 ニューブランズウィック州のセントジョンに寄港し、2名が病院に運ばれた。コルセアは9月15日にニューロンドンに帰還し、部隊と共に沿岸での作戦活動を継続した。部隊の任務には、ポーツマスの音響研究所の実験、大規模潜水艦演習、1952年10月27日から11月24日までの北海での活動が含まれた。この間に、部隊は、 アイスランドのレイキャビクを訪問している。コルセアは1954年3月に開発部隊の任務を離れ、限定収益状態に入るニューロンドン沖での活動を継続し、潜水艦学校の訓練を行った。また、予備役訓練巡行を行い、カリブ海での訓練、グアンタナモ湾での艦隊訓練グループとの作戦活動を行った。1959年の夏には、 インランド C 作戦に参加し、新たに開通したセントローレンス回路を通過し、開通記念式典に参加した。その後、ニューロンドンからの作戦活動を再開した。コルセアは1963年2月1日に退役し、同年スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。